どうも執行部部長のマイケルです。どうもトムです。皆さんお寿司のねスタンプをね結構好評いただいて買っていただいたようで、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。っていうところからね今日は始めたいんですけど、まあね第2弾ですね今回は。前回ちょっとね、トムの初登場回だったんですけど、ちょっとねトムに関してどんなキャラかっていうのをちょっと今日はねちょっとだけやりたいと思いますので、そもそもねここのつながりは、お茶美時代の専門学生と予備校生浪人生だった感じで、トムって普段どんなキャラなんですか？私生活で。真面目な。真面目。いい子です。あ、そうなんだ。あ、でもお茶美時代は結構天然でやばいみたいなキャラ。いや、天然ではないんですけど。天然だなって。天然ではないけど、偏差値は低い。まあそう、なんかそれはまあ偏差値はねちょっとあんま言えない。そうだね。そこは。黙認じゃなくて。黙秘しよう。黙秘だね。予備校の友達、真田さんとかたまにこの動画に出ると思うんですけど、真田さんも知り合いなんだよね実は。誰かわかんないでしょ、真田さんって言われてもまあ偽名使ってるから、まあ言っちゃったピー入れるから今とか俺とか、あともう一人なんか森とかそういるんだけど、あの子やばくねみたいな感じだったね。あ、結構ひどい。あ、やばくねっていうか天然だなって感じ。いやーみたいな。エレベーターで会った時でもね、やばくピー。真田さんがね、こうやって開けといてくれたんだよ。いい人っていう印象しかない。顔怖いけどね優しいんですよ。まあ顔出てないか、顔出てないんだけど、実はいい人っていうことでね。まあトムは天然です。結果違うよね。とりあえずね、じゃんじゃんもう企画の方進めていきますね。今回もLINEスタンプ第2弾ということで、まあ2個ねくじ引きここから引いてもらって何のスタンプを作るか決めます。はい、じゃあまず1個目じゃん。はい、暴れる。あ、暴れる。はい、暴れる。箱がもうボロいっていうね。ほう、森の動物たち。はい、じゃあ今回は暴れる森の動物たちということでね第2弾やっていきましょう。まあ、今回はちょっとね、今回もマニアックな感じでやりましょうか。なんかおはようとかありがとうとか欲しいっていう意見があったんですけど、全部無視します。はいはい、はい、ごめんなさい。ごめんなさい本当に申し訳ございません。趣味の延長でやっております。趣味としてやらせていただいております。ね、本当に鑑賞用として、ということでね、作っていきましょう。はい、移動します。とりあえずやっぱさ、あれだな、ももクロも入れとかないとな。アイドル好きなの。そう、アイドルね、めっちゃいいんだよ。ちなみに今カラオケに来てます。そうです。今から作業しつつね。はい。今ね、こうね、ライオンをね、描いてるわけです。あーね、今ね書いてるんですよ。今書いてるからさ PV をさ流さないでくれる。小田作は聞いたことあるぞ。なんか知らないけど。あ、そうなの。今書いてるからね。あ、そうなの。ええ、ハロプロ好きなんですかね、もしかして。今ちょっとねスタンプ書いてるからさ俺は。あ、ももクロも入れよう。いいねいいね。ももクロはねもうね何年前もう。ああ、そっかそっか。あ、そうだね。あ、めっちゃめっちゃね爆音で今 PV を聞きながらやってます。2013年か。ライブ行ったかもしれない。私作ってるかな。いやいやそんな見つけられないでしょ普通に。ほら見て。何でもいい人かじゃないんだよ。あ、そうだ。あ、そうだ。でもどこでもいい的な感じ？でもね、どこでもいいとかそういうのじゃない。頑張ってる子は応援してあげなきゃいけないんですよ。これ分かるかな？ちょっと難しいんだよね、多分。あ、これ前だ。これか。全部これか。あ、これなんかお茶日の昔のね、一芸大会で聞いたな、これ。いつかは消えてゆく。なるほどね。懐かしい。最近増えてないですか、いろいろ。なんとか、なんとかだか。うん。嫌い、嫌いですか。だけど、AKB も好きなんだけど、私、ナンバの方が好きなんだ。ああ。ナンバの方がっていうか、ナンバよりかな。いや、でも AKB もいいわ。あとね、やっぱね、乃木坂と欅かな。ああ、やっぱ若い子が好きなんだ、最近の人。はい、ということでね。完成しました。ちょっとね、つなぎ的に今飛んでスタンプ作って着地だからちょっと謎な感じになってる可能性ある。作る時もこれでやっていきますけど、どんどんスタンプが完成したので、ぜひリンクをね貼っておくので、その概要欄っていうのかな、あれキャプションのところにねリンクが貼ってあるので、よろしければ皆さん、全然買わなくていいんで。あ、そう、本当にもう全然購入とか考えてないからね。ちょっとお小遣い欲しいとか全然思ってないんで、全然ね、そんな横島の気持ち欲しいとかね、欲しい時ちょっと駄菓子買いたいとかないですからね、別にねないんで、とりあえず見るだけでも見てもらえたらと思います。はい、ということで第2弾、暴れる動物たちということで、はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。移動します。